が最初に見つけたんだって。すみません。もっと早く相談に乗ってればよかったよね。最近全然連絡取ってなかったから。もう心配しなくて大丈夫です。そんな言い方。私は大丈夫なので、これ以上迷惑をかけるわけには。迷惑だなんて思ってないよ。むしろもっと頼ってほしかった。頼れる人は誰もいないので。あの人今どうしてます？精神的に追い込まれてるみたいだった。嘘ですよ。どういうこと？あの人の本当の姿知りたいですか？どういう意味？